岐阜県の山間部に位置する白川郷は岐阜県を代表する世界遺産であります。そしてこの里は庄川の右岸に位置した150棟の合掌造りの家々が集まった日本最大の合掌造りの里です。また冬ともなると2メーターを超える雪が降り積もる日本有数の豪雪地帯です。合掌造りの起源はこの豪雪地帯で生きるために編み出された建築様式です。旧傾斜に仕上げられたかやぶき屋根の織りなす白川郷の冬景色は日本の心のふるさとと言っても過言ではないでしょう。雪の降り注ぐ合掌の里にも時が静かに流れていきます。合掌造りに積もる新雪は夜のライトに浮かび上がり、まるで別世界を見るようです。白川郷の冬の夜はひときわ寒さが厳しく、肌に痛さを感じるほどです。途中の居酒屋で飲んだ熱燗の酒は冷え切った体を心から温める最高のもてなしでした。日本の原風景、豪雪地帯の白川郷の織りなす豪州を作った自然と、そこに住む人々に深く感謝をしつつ、この里を去りました。